さしくグランドピアノの音なんですね。もう皆さんご存知だと思うんですけど、学校の音楽室にあったあれですね、体育館とかに必ずあるこういう大きい蓋のあるピアノ、グランドピアノなんですけども、やはりちゃんと低音から高音までバッチリこういうところがしっかりで、こういう上の方行ってもしっかりとした輪郭があるので、主にですね、あのピアノのソロ曲はもちろんなんですけど、ピアノ主体のアンサンブルをされる方はとりあえずグランドピアノの音でやってもらえれば間違いありません。これ割とダークな音です。逆にこういう明るめの、でもあります。時と場合に応じて使い分けていただければと思います。ピアノっていうのがありまして、アップライトピアノの続きでこんなホンキートンクっていうピアノもあります。ホンキートンクですね。これちょっと愉快な感じで、JD800 っていうですね、まあ、名機と言われるシンセサイザーがあったんですけども、そちらのピアノの音をそのまま再現、まるまる再現したものですので、90年代の懐かしい J-POP とか、もしカバーバンドやられてる方いらっしゃったら、これ意外とハマるかもしれませんので、JD ピアノ音作りポイント1、リバーブなんですね。全く残響がないと、加えていきます。聞こえますかね、なんとなく、まあ、広いホールで演奏してるような感じですね。ちょっとこう、なんでしょう、音が馴染みやすくなるといいますか、どのぐらいかけるかっていうのが調節できるはずですので、それをですね、調節して気持ちのいい音を探していただければと思います。はい、そしてもう一つですね、例えば、まあ、これ今リバーブ参考までリバーブ、もう一つディレイというのがございますので、こちらリバーブとディレイ合わせ技なんかしていただくと気持ちいいピアノが出来上がると思います。いわゆる山びこ、こういうのでリバーブとディレイかけといて、ちょっとこうピアノバラードかなんか弾くとすごいこう陶酔できると言いますか、っていう風にあの面白い音が作れますので、せっかくデジタルピアノなんでお好みの音が作れるというところで、今回のテーマである弾き語りのピアニストさん、伴奏向けの音っていうのをですね、ちょっと仕込んできましたので、割とですね、リリースっていうんですけど、和音を弾いた時に音の伸びが長いので、伴奏する時に楽なので、というのをですね、私が弾き語りをしようかと思ったんですけども、今日はですね、素敵なあの実はシンガーソングライターを呼んでおりますので、彼女にですね、弾き語りをしていただこうと思います。
ピアノと言いまして、大体あのローズ、フェンダーローズっていうですね、エレクトリックピアノのことを指すんですけども、その音が入ってますので、この辺りをですね、弾いてもらうと、そうですね、ポップスもいけますけども、ちょっとこうジャジーな楽曲、テンションコード、あの前回、前々回ぐらいですかね、ご参加いただいた方はちょっとテンションコードっていう内容に触れたことありましたけど、まあ、こういう C とか、例えばこう C だけじゃなくて、こう7度、9度ですね、こういうあのテンションコードを加えて弾くとすごく気持ちよく